NHK 大河ドラマ「青天を衝け第25回」「徳田夫帰国する」解説の続きです慶応4年うるー4月6日朝4つ半小栗忠成は取り調べもされぬまま烏川の水沼瓦現在の群馬県高崎市倉淵町水沼1613の3番地先に家臣の荒川助造大井磯十郎 渡辺田三郎と共に引き出され斬首慶応4年売る4月9日日本より御用情届く慶喜の謹慎上野に過激なものが集結しているなどの内容でしたこの時点で徳川秋武は留学を続けたい旨栗本攘憤に伝達しました慶応4年売る4月11日夜半に 渋沢誠一郎は徳川慶喜が江戸を退去したため将棋隊も江戸を退去し日光へ退くことを提案武闘派の副頭取天野八郎と対立しました天野八郎は江戸での駐屯を主張し将棋隊が分裂天野派の大使の一部が渋沢誠一郎の暗殺を図ったため渋沢誠一郎は将棋隊を脱退しました渋沢平九郎も 同じく離脱しましまた慶応4年ウルー4月19日渋沢誠一郎は脱退後一時姿を隠していましたが有志と共に田無に集まり新武軍を結成箱根ヶ崎に本営を設置しました隊長は渋沢誠一郎中軍の将に小高順忠遊軍頭取に渋沢平九郎が就任 渋沢平九郎は各地に赴き、情報収集しました。慶応四年、潤四月二十九日。新政府は田安亀之助こと。徳川家郷に。徳川宗家を相続させることを決定しました。この間、将棋隊には。明治新政府軍と一戦交えようと。各地から。脱藩兵などが参加し。 最盛期には3000人から4000人規模にまで膨れ上がっていました。旧幕府陸軍兵士等が盗賊と化し、幕府復興を名目に放火や強盗を働きました。将棋隊の新政府への敵対姿勢が改まらない中、事態の沈静化を願った勝海舟ら旧幕府首脳は、将棋隊と同じく吉野の敬語役をしていた ワクン山岡鉄舟を輪王寺の宮高原法神皇の側近鶴王院議官と会談させ頭並み天野八郎の将棋隊への解散勧告を行いましたが説得に応じることはありませんでした将棋隊大使の手で新政府軍兵士への集団暴行殺害が繰り返されたため新政府は将棋隊討伐を決定しました 慶応年5月1日、京都から大村益次郎が下参謀西郷隆盛に代わって江戸に着任しました大村益次郎は軍務局判事兼江戸府判事として江戸市中の全警察権を掌握しました新政府は将棋隊に江戸警備の任務を与え懐柔しようとした勝海舟ら旧幕府首脳また 委任していた西郷隆盛から職務上の権限を取り上げ、将棋隊の江戸市中取締りの任を解き、将棋隊の武装解除にあたる旨を布告しました。将棋隊は西郷の林農寺の宮、上野寛永寺監修、日光林農寺門跡の高原宝親王、後の北白川の宮義久親王を擁して、 徳川将軍家霊廟守護を名目に上野寛永寺を拠点として江戸に残り続けていました慶応4年5月11日新武軍武蔵の国入間軍飯能現在の埼玉県飯能市の農人寺に本営を移す慶応4年5月12日江戸府を設置東京府の前身首長は江戸府知事 慶応 4, 4年5月15日未明上野戦争戦争開大村益次郎の新政府軍が宇宙総攻撃午前中上野三農台に布陣した関宿藩万事隊の砲撃と将棋隊の抵抗で戦況は進展せず正午 比善佐賀藩のアームストロング砲が三納山に着弾し始め射程と戦術に勝る新政府軍が優勢となり1日で将棋隊を撃破上野寛永寺も壊滅的打撃を受けました戦死者は将棋隊266名新政府軍30名余りでした渋沢誠一郎が率いる新部軍は将棋隊の救援に赴きましたが 公軍中に渋沢平九郎から将棋隊の敗北を知り将棋隊の残党と一部合流して本営に引き返しましたなお江戸城無血会場の案内役薩摩藩士増光久之助は流れ玉にあたって横浜の野戦病院で死去しました享年28慶応4年5月17日日本からの御用状届く 秋田家帰国を決定。同じく栗本ジョーン、フランスから帰国しました慶応4年5月18日新武軍は飯能に入る慶応4年5月19日新武軍は本営を農人寺に構えました新政府軍は残党の総統命令により将棋隊を討伐した勢いで反応まで迫っていました 慶応4年5月22日深夜新武軍渋沢平九郎笹井村現埼玉県狭山市で佐渡原藩岡山藩大村藩と銃撃戦で敗れ負傷しました慶応4年5月23日明け方反応戦争新武軍は大村藩佐賀藩久留米藩佐渡原藩岡山藩 川越藩からなる新政府軍と戦い昼前には壊滅しました能仁寺ほか三菓寺飯能市街地のほぼ半分が焼失しました大より隼人こと渋沢誠一郎や春沢新六郎こと小高順中とはぐれた渋沢平九郎は飯能と小越生の境にある川振峠にたどり着きました 峠の茶屋の女主人加藤滝はすぐに渋沢平九郎が旧幕府軍の大使であると見抜き秩父へ抜ける道を進めました平九郎は百姓に化けるため勝村範勝作の大統を預けましたが秩父ではなく故郷下手馬鹿村に通じる越生方面へ降りていきました 慶応4年5月23日午後4時ごろ平九郎は黒山村現埼玉県入間郡小越町黒山で新政府軍の芸州広島藩新機隊4番小隊の藤田隆行隊の石膏と遭遇敵方3人に小刀で応戦一人の腕を切り落とし一人にも傷を負わせましたが右肩を切られ 足には銃弾を受けました平九郎の着替えに恐れをなした石膏隊の一人が仲間を呼んで戻ってくると平九郎は川岸の石に座して観念の自陣を遂げていました去年22平九郎の首は新政府軍によって今市塾の考察場に晒されました今市村の島の騎兵と黒岩村の横田左兵が 密かに法恩寺に埋葬しました平九郎の胴体は黒山村の人々が前頭院大瀬町黒山に埋葬しました黒山の人々は名前もわからない大使の壮絶な最後を称え脱走の勇士様脱走様と呼び首から上の病に聞く神様と崇めました 命日には墓前にしゃもじを備えて冥福を祈る風習までありました川降り峠には今も反応戦争で敗走した平九郎が立ち寄った平九郎茶屋飯能市長沢と秩父方面越生方面へ向かう旧道が残されています反応戦争で敗れた渋沢誠一郎と小高順忠は 阿賀野から上州の伊香保草津前橋を経て渋沢誠一郎は榎本武明率いる旧幕府軍とともに函館戦争に参戦一方小高順忠は下手村に帰郷しましまた慶応4年5月24日徳川家里の領地が400万石から駿府藩70万石に大幅に減放されることが正式に決定しました。 慶応四年七月小高惇忠は入間郡黒山村に向かい。人々に話を聞いて回り。勇士が渋沢平九郎であると悟りました。慶応四年七月十日、新政府は慶喜に駿府への転居を命じました。慶応四年七月十八日、徳川秋武、栗本常雲より将棋隊敗北の方が届きました。 慶応4年8月19日榎本武明脱走渋沢誠一郎の新武軍の残党と将棋隊の残党が合体し新たな将棋隊を結成誠一郎は頭となりました榎本武明率いる旧幕府脱走軍と共に蝦夷地へ行き 函館戦戦争に参ししました。慶応4年8月6日徳川昭武のもとに水戸藩より迎えの伊坂仙太郎服部淳二郎が到着しました慶応4年夏小高長七郎は天満町老屋敷に長らく収監された後に出国小高順中が身元引き受け人となり対面した時には王子の面影はありませんでした 慶応4年9月4日夜徳川秋武ペリウスズ号でマルセイユを出港慶応4年9月8日一世一元の御琴のり明治天皇の即位により明治と改元なお改元は慶応4年1月1日に遡って適用するとしました 明治元年10月13日、明治天皇は初めて江戸に行幸、江戸を東京に、江戸城を東京城に改称しました。東京テントです。明治元年10月、有栖川宮樽人親王、統勢大総督を免ぜられました。いよいよ函館戦争に入ります。明治元年10月20日、 旧幕府軍は江戸地鷲の木に上陸明治元年10月22日夜峠下で函館府知事清水谷金鳴らの新政府軍を破りました明治元年10月24日瞳勝太郎たちと合流した大鳥圭介軍が大野村と七重村で函館府軍を撃破し土方歳三軍は 各組峠で函館府軍を敗走させました各地の敗戦を受けて清水田に金鳴は五稜郭の放棄を決定しました明治元年10月25日新政府軍青森へ退却旧幕府軍が函館を占拠しました明治元年10月26日旧幕府軍は五稜郭へ無血入場榎本武明は艦隊を函館へ入港させました 明治元年10月27日旧幕府軍の函館占領を知らずに入港してきた秋田藩の軍艦高尾を拿捕しました明治元年10月27日旧幕府軍は松前藩に降伏勧告の使者を送りましたが殺されたので戦うことを決意しました土方歳三を総督として将棋隊学兵隊商法隊などからなる700名が 松山城へ向けて出陣しました明治元年10月28日松前城はすでに藩主松前範博が縦城に移動貨幣しかおらず数時間で落城しました城下に火を放ち江差方面へ配送しました明治元年11月1日尻内で 宿泳中に松前藩兵の奇襲を受けましたが撃退万竜が松前を砲撃しました明治元年11月3日夕国徳川秋武横浜に到着しました渋沢徳太夫こと渋沢栄一もまた横浜に到着しました渋沢栄一の自伝「天夜語り」。り 明治元年11月4日渋沢篤太夫横浜の友人と函館の件で語り合う「右往の衆力の足らぬ相撲の土俵際海軍の力があるからましだがそれでも足りない」「渋沢誠一郎の函館行きには失望した函館の面々の先はないだろうから生前の面会も叶うまい潔く戦死するように」 と、再会を楽しみにしていた渋沢誠一郎宛ての手紙を横浜の友人に託しました実に渋沢栄一らしいですね明治元年11月4日函館に入港した英仏軍艦艦長と榎本武明が取り交わした文書にデファクトの政権事実上の政権の 文言があることについて共和国とするものがありますが榎本武明が12月初めに新政府に送った嘆願書などでは江戸地を旧徳川家臣団に与えることを要望しており天皇政府を認めた上で江戸地に徳川藩的な組織を作ろうと考えていたようです明治元年11月5日松前城を陥落させました。 その際渋沢誠一郎が先陣争いの戦闘に参加せず松前城の金蔵から金を持ち出す軍資金確保を優先したことをきっかけに将棋隊は渋沢派と反渋沢派に分裂榎本武明が仲裁に乗り出し渋沢派は小将棋隊となり渋沢誠一郎が頭取りに就任これはカットされてしまいましたが重要な事項だと思います。 明治元年11月12日旧幕府軍は星潤太郎を率いる学兵隊を先鋒とする500名が松前から江差へ向けて進撃大滝陣屋を落としました松前藩主松前範弘は縦城から松前藩領北端の熊井市に退却しました明治元年11月15日江差市に迫るとすでに松前兵は敗走 江差し攻略の支援に来ていた海洋を中心とする海軍によって無血占領されていました夜天候が急変し風浪に押されて海洋は座礁函館から海天と新速丸が海洋救出のために江差しに到着しましたが新速丸も座礁なすすべなく総員退官した海洋は数日後に沈没これにより旧幕府軍は青海権の維持が困難になり 新政府軍の江戸地上陸を許すことになりました明治元年11月18日小高長七郎が故郷の下手馬鹿村で病没去年33明治元年11月22日熊井市に到着すると松前藩主は君臣男女64名とともに船で弘前藩へ逃亡。 残された弘前藩士約300名が一連隊に投降これにより江戸地平定は完了しました明治元年11月23日徳川秋武明治天皇に拝越。外国の事情を説明しました明治元年11月24日秋武に函館族と追悼を命じることを決定明治元年11月25日徳川秋武水戸藩集法 第11代水戸藩主となりました。今日はこのあたりで失礼いたします。このチャンネルは、一ち一いチャンネルではございません。いいねボタンのクリック、チャンネル登録お願いします。またいつか、どこかでお会いしましょう。また会う日まで。さようなら。